ポール・ラ・ジョワイエの戦いは、ジョージオ戦争中の1746年夏に起こったニューイングランドと現在のプリンス・エドワード島、ヒルズボロ川岸のフランス系カナダ軍との戦闘である。フランスの士官ジャンバティスト・ニコラ・ロック・ドラムザイは、フランス軍をポール・ラ・ジョワイエに送り込み、2隻の軍艦に乗せて200人部隊のマサチューセッツ軍を奇襲し勝利した。このマサチューセッツ軍は、 ルイブールに向けての物資を積んでいた。ウィリアム・ペッパーレル1745年のルイブールの戦いの後、イギリスの士官、ウィリアム・ペッパーレルは7月にサンジャン島に遠征軍を派遣した。この軍は二手に分かれ、一つはスリーリバーズに、もう一つはポール・ラ・ジョワイエにそれぞれ向かった。スリーリバーズではアカディア人のジャンピエール・ロマたちはニューイングランド軍に何らだ抵抗をしなかった。 攻撃に使う大砲が6ポンド砲しかなかったからだった。ロマは息子と娘を連れて森へ逃げ、そこで敵軍が村を焼くのを目撃した。フシはその後セントピーターズへ逃げ、それからケベックへ向かって戦争が終わるまでそこにいた。同じ1745年の7月、もう一つのニューイングランド部隊がポール・ラ・ジョワイエに到着した。ジョゼフ・ド・ポン・デュ・ビビエ式家のフランスは ポール・ラ・ジョワイエに20人規模の部隊を駐屯させていた。駐屯隊は逃走し、ニューイングランド軍はポール・ラ・ジョワイエを焼き尽くした。デュビビエと20人の部隊はノースイースト側へと退却した。ニューイングランド軍は彼らを追跡したが、アカディアの民兵隊とミクマク族が援軍に来たため追跡をやめた。同盟軍のおかげで、フランス軍はニューイングランド軍を軍艦へと追いやった。 この時、ニューイングランド兵9人が殺され、負傷し、あるいは捕虜となった。一方ニューイングランド軍は6人のアカディア人を人質に取り、アカディア人やミクマク族が、ニューイングランドの支配に従わないのであれば、人質たちを処刑するだろうと告げた。その後ニューイングランド軍は、ルイブールへ向かい、デュビビエと部隊は、ケベックへ去った。ルイブール陥落後、 ロワイアル島のフランス系住民たちがフランスへ追放され、サンジャン島のアカディア人たちも、ジョージ王戦争が終わるまでの間を強制送還に怯えながら暮らした。シャルル・デシャン・ド・ボワシェヴェール・エド・ラフェと翌年、アカディアを取り戻すべく、ジャンバティスト・ニコラ・ロック・ドラムザイの指揮の下、遠征隊がケベックから派遣された。この軍は、ダンビー公爵が率いる遠征軍と連動する目的があった。 ラムザイの軍は、ノバスコシアに1746年の7月に到着した。兵士700人、士官21人の軍勢で、シグネクトに野営を張り、ここでセントジョン側から来た300人のアベナキ族、ノバスコシアから来た約300人のミクマク族と、落ち合った。インディアン兵の数は、ラムザイの兵士たちは、その年の夏と秋は、 到着が遅れているダンビーユの一行を待つのに費やした。この間、ラムザイは、イギリス占領下にあるポールラジョアイエニ部隊を送り込んだ。ラムザイは、サンジャン島に、シャルルデシャンド・ボワシェーベールエドラフェトをやって、ニューイングランド軍の規模がどのくらいであるのかを、偵察させた。ボワシェベールは、シャーリーとルビーの2隻の軍艦、200人のマサチューセッツ部隊が、ルイブールに向けて、 物資を積み込んでいることを知った。軍艦の甲板には前年人質に取られたアカディア人が少なくとも二人いた。ボワシェベールが帰還した後、ラムザイはジョゼフ・ミシェル・レガルデュールとクロアジユとモンテソンに500人以上の兵士をつけてポール・ラ・ジョワイエに派遣した。この時の兵士のうちに100人はミクマク族だった。7月11日、モンテソンとカナダ軍は ポールラジョイエのすぐ近くのノースイースト側の岸でマサチューゼッこれはフランスとミクマク族による最初の攻撃でこれで40人のイギリス兵が戦死し、または補修された。他のイギリス兵は港に停泊していた軍艦の陰に隠れた。1746年7月23日、モンテソンは敵軍に捕らえられていた。 アカディア人の人質二人、そして多くのイギリス人捕虜やアカディア人の案内人と、共に、シグネクトのラムザイの元に戻った。その後、ラムザイは、アナポリスロイヤルの攻撃に向かったが、ダンビーユの遠征が失敗したため、ことがうまく運ばず、ボーバさんに退却せざるを得なくなった。その翌年の2月に、ニューイングランドへの攻撃でなお高めたラムザイは、三類第十字章を受訓した。 ポールラジョワイエは、その後アマースとトリデと解明され、1967年、カナダ国定史跡の指定を受けて、1973年から一般公開されている。ありがとうございます。